こんな感じです。わー軽い、いや軽いってか本体は重いんだけど、ニッコール MC50 スラッシュ 2.8 だから F 値はそんなに明るいわけではないけれども、まあ、小さくて軽い単焦点のマクロっていう感じですかね。はい、もう一回やり直したら、あ、今度はちゃんと撮れた気がします。やっぱマクロなんであれですね、こう F 値をちゃんと結構絞らないと、ほんのちょっとのズレでピントが合ってないように見えてしまうので。